はい、バイオハザードコードベロニカ続きやっていきます。まあ海軍のところに行くんだろうけど、この先なんか光ってるわ。棚を動かす。ID カード。ID カードなんかあったな。NTC0394。これはあれか、大広間みたいなところか。あ、これ覚えてるわ。なんか、銃はめるやつ。グリーンハーブあるけど、そのままにしておこう。海軍の紋章。まあ、持ったまま行くか。ちょっとね、持ち物に余裕がないですよね。持ち物に余裕がないというか、持てないっていう意味ですね。いやー、暗い。ここでしょ。あ、入力つ、あ、失礼。入力するとね。ね、NTC、NTC、あ、ちょっとド忘れした。0364だっけ？ん？エラーだ。ちょっと待って。なんだった？0394。0394、0394。NTC0394。ドアロック解除。 ID カードもう必要ない。捨てる。どこ開いた。あー、なるほどね。どうすっかな。なんか海軍のなんかアイテム、これ置き入ってもいいかもな。いや、一応開いたけど、アイテムボックスに行くんであれば、ちょっとこっち側進めるか、もしくははめるだけでもはめてこよう。音がないところは多分もうクリアなってるか、問題が発生してないところですよね。で、ここで、はまんないか。あ、はまんないわ。八角形か。持ってんの六角形だもんな。はい。そうすると、アイテムボックスに海軍の証置いてきた方がいいだろうな。結構ね、行ったり来たりしますよね、どうしてもね。
はい。まあ、どうなんだろう。でも、ハンドガンの弾あるんであれば、この二つもいらないような気もするんだよな。インクリボンいらないわ、まず。うん。さあ、セーブせずにね、進みますけど。さあ、とりあえずここからが本番。多分ゾンビいるでしょうからね。ほら、いた。ボーガンそんな強くないな。ボーガンそんな強くないぞ。ちょっともう、ちょっと待って、全然弱いな。ちょっと待って、照準が合わん。よし、ボーガン使えないな。まあ奥ですよね、奥の部屋ですよね。そうですよね。3体いたか。あー、レッドハーブ落ちてるけど一応ね。こっちはいけないでしょ、まだ。うわ、ちょっと待て。くそー。もう、何もないな。あ、銃あるぞ。ああ、なんか光ってるわ。ああ、このなんか銃じゃないんだ。そうそうそう。マグナム2丁。ちょっと調べようか。あの光ってるやつの前に。軍艦の模型。戦争ものが多い。ハンドガン。コンバットナイフ。まあ、あの光ってるところかな。まずね。あれなんだ、虫か？下にボタンがある。入った。この先？あー、でも行き止まりになってるな。あ、なんかある。ソーダリン。あー、これか。これなんか使うかな。ああ、また二丁拳銃だ。ゴールドルガー。あれ？そうだね、取れる。うん、うん、うん、うん。ええー。
あ、なに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 、死ぬ？もしかして気が付け、これ戻さないと。あー、なんかレプリカ、なんかレプリカを取らないといけないんだ。あー、この裏にあったけど、まあそれは知らないことになってるもんな、彼女は。あのソーダリンを持ってで行くんでしょう、多分ね。おっと。はい。陶器製の壺。セーブしてきてもいいけどね。やー、Help me！ 何？どうした？スティーブ？え？どこどこ？トイレかな？トイレか上の方だな。トイレじゃないな。広場の上の方か。というか出てこないかな、マップに。マップには書かれてないね。それともあれかな、さっきゴールとルガー取ったところかな。可能性はあるね、全然。可能性はあるな。レッドハーブいらない。ピンクリボンもまあいらないか。まあ早くしないとあいつ死んじゃうけど。いないもんね。こっちも多分一応違うと思うけど、まあ確認。ん？銀の紋章。多分そうなんじゃないかな。同じところだと思うね。あれ、中から聞こえたよね。そうだね、なんかブザーが鳴ってた。ほら、アホやなあいつ。隣の操作盤にメッセージがある。次のもの揃うとき我が怒りは沈まらん。はは、はい、スイッチがある。まず A と F じゃない？もしくは、ん？違うか。E と C。何の反応もない。次のものを揃うときだから、あれか。これでは？あ、OK、OK。I made it! That was too close!What took you so long? Oh, I need those. Give them to me.
fine. But let's make a deal. I'll trade you for something fully automatic. I'll see you around, Claire. Adios. Hey, wait, Steve! もっとすげえ武器持ってこいってか。If you're in command of a backwater base like this one, how dare you! The Ashford family is among the world's first and finest. My grandfather is one of the original founders of Umbrella Inc. Now tell me, why have you attacked this installation?Attacked? Shortly after you arrived, my base was attacked. You must have informed your people of its location. I still don't follow you. I really don't know anything about that. Unacceptable! How can you deny it? My base has been destroyed. And thanks to you, the experimental T-virus was released, creating countless zombies and monsters.Tell me, who do you work for? Who sent you? Have it your way then. You're just a rat in a cage anyway. I'll be sure to keep you entertained before I dispose of you. ん？あいつ別にとどめ刺しに来ないんだ。絶対絶命だったと思うんだけど。まあ生かしておいてやろうみたいなところなんでしょうね。そして、ここに使うでしょう。これね。中入るか。レバーがついている。ちょっと待って、レバー動かす前に。なんだこれは。サイドバック。あー、マジいるー。すげえ、最高。めっちゃ増えた。なんかあともう一個ぐらいありそうだね。助かる。うん。で、これレバー動かしたらどこに行くんでしょうね。
エアポート、空港。動くかな？あ、扉か。動いた、しかも。エレベーターかなって思った。いるわ。広いな。いろいろ調べないとね。何もないか。ありそうだけど、あ、インクリボンは落ちてるな。シャッター開ける？シャッターって怖いね、なんか。ちょっと待って。となったらちょっと反対側も調べておきたいな。地図とか貼られてないか、ないな。いや、なんかありそうな雰囲気あるけどね。ああ、パッといるわ、パッと。くそ。くそ、ちょっと待って、距離感がわからん。空港の管制システム。すげえ弾無駄にした。あー、ここにあれだ、なんかあの海軍の証みたいなやつ上に3つあるわ。あ、ここに持ってくるんだ。オッケー、ちょっと分かってきましたね。ってことは、またアイテムボックスがあるところまで進まないといけない。とはいえ、屋敷も全部クリアしたわけじゃないから戻るな、あいつ。あー、ハンドガンの弾ある。ハンドガンでいいな。バランスがいい。俺本当に子供の頃このゲームクリアしたのかな。全然記憶ないわ。いないな。広いわけでもないですね。あ、上に行った。まあちょっと待って、整理できてないな。
多分あのでかいやつでしょうね。見るからに動かしてくれって言ってますもんね。多分これでここは役目終わったと思うんだ。下になんか落ちてるな。うん、まあでも順路的にはね。まあいるだろうな。恋したもんな。うわー、4体くそ、5体だ。待って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 、くそ、そうそうそう、クリア。あー、やられちゃったな。いや、まだ大丈夫だな。ボウガンの矢、あとこの光ってるやつ、バイオハザードカード、これあれか、実験室に戻るときに使うのかな。軍事訓練所にあるシャッターの電子ロックを解除することができる。やはり。となると順番としては、ここはひとまず退散なのかな。ここ開かない、鍵穴、鍵、さあこの先に何があるか。行き止まりか？行き止まりだ。あー、なるほど。ってことは一旦戻るな。訓練所？訓練所まで行くか。で、なんか戻る過程でイベントがありそうだな。アイテム取りこぼしてたらちょっとやだな。戻ってくるのめんどくさいね。だって意外と遠いもんね。あれか、救急スプレーとあとセーブしてか。変なところにあるね。しかし、
これで戻ってきた。どうしよっかな。今日もうセーブポイントまで戻ったら終わりでもいいような気がしてきたな。まあ回復もしたいしね。うん。おいで、まあグリーンハーブ使うとして、この音楽いいな。スプレー1個出しておこう。そしてセーブ。これさ、セーブしたときにさ、どれが最新でどれが古いかって分かんないなって思ってちょっと混乱した、今日始めるとき。はい、次は1番ね。あ、でも回数か。04とかああいう回数で表示されるのか。OK。それが分かっただけでもかなり収穫ですね。はい。ということで、今日はこの辺にしましょう。区切りがいいので。次回訓練所行って、多分クリーチャーと対決するんじゃないかなと思います。ということで、この辺で終わります。ご視聴ありがとうございました。